ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、超人たちを援護するぞ。神明落とし、敵を止める。なんと、結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。皆、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようだね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまでだ。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは金の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくには前世の力がある。そして倒すには腕輪の力が欠かせる。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。ここは私が止めてみせよう。撤退するのかない。そんじゃ進んじゃおうかね。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。おことの軍略参考になるよ。よくやった。その働き覚えておる。悔しいが引く。それが最善だ。幻だと分かった。仲間を撃つのは辛いものか。勝因とるのそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。通りたけ、俺を倒していけ。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。おことの軍略参考になるよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば。先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出そう。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんなわしは向こうを探したるわ。おう、いいぞ。その調子で進め。ムバタラキ、はい。おう、いいぞ。その調子で進め。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。術者は一人ではないか。全て撃たねば結界は解けんな。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。
が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。人間はまだ諦めていないのか。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ、いや、彼らならそうだろう。私が見てきた人間たちなら、きっと全てを貫け。ここまで成長すれば十分よ。ユグドラシルよ。あと一歩で願いが叶う。術が鳴る瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、すべてを我が手に。今よ、さあ神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。許さぬぞ。私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。ドキドン。バカ、この私、はあ、これでようやく終わり。崩れたか。待ってください。もうお別れだなんて。なに、またいつか会えるじゃろ。こんな騒動はもうごめんだがな。本当にすまなかった。そしてありがとう。人の子らよ、なんじらに幸あらんことを。
全ては私の思い通り。